ニッ区アストロパーク天気は無感とは、滋賀県犬上群田賀町にある数少ない民間の公開天文台。あるいは、繊維製品メーカーニッ区の天文分野に関する社会還元事業の名称。1987年8月18日にニッ区滋賀工場敷地内に開館し、滋賀県内の社会還元事業の一環として一般にも公開されている天文台である。 1>, 1階は天体関係の展示室となっており、蘇州天文図の拓本や、バリンジャークレーターの鉄隕石やメキシコのトルカ、鉄隕石の標本や、天文台で撮影された天体の写真などが展示されている。2階は屋上にドームを備えた観測室となっており、観測室も一般公開されている。6.5メートルドームにはメインスコープとして、 西村製作所製のニュートン式、カセグレン式兼用、合計60センチメートル望遠鏡がある。主教は、特殊工学研究所の名村義雄が製作した。課題は、コンピュータ制御のドイツ式赤道儀。性能は、分解能0.19、集合力は7350倍とされている。サブスコープは、合計20センチメートルのケプラー式望遠鏡が、 装備されている。1934年に西村製作所が製作したもので、主教は木部重芸マロが製作した。1989年に設置されたシュミット式望遠鏡。このほか数機の小型望遠鏡を所有し、これらの観測機器は一般にも開放される愛観者にも操作が可能となっている。郵便番号522-034-1滋賀県。 犬神軍太が超大技だが283の1、第2クアストロパーク、天気は無感公式 HP。ありがとうございます。